ヒラの仕様、海外進出のモデルは意外な、元ジャニーズ、金プリ脱退から1ヶ月の現在。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズを辞めて1ヶ月経つヒラの仕様。現在、彼は、アメリカ進出に向けて準備を進めているようで。また、ね。ティアラ。 5月22日、ジャニーズ事務所の有料の会員制ブロックで、ファンに別れを告げた平野紫耀。ジャニーズ、キング・アンドブスから離れて一個月経つが、目立った動きは見せていない。だが、平野は、新たなステージに向けて、着々と準備を進めているようで。 四角ジャニーズを辞めて1ヶ月金プリは5月22日をもって平野、岸優太、神宮寺優太の3人がグループを脱退。平野と神宮寺は同日でジャニーズ事務所も退除した。岸は9月末に退所。平野と神宮寺が辞めて1個月経つが6月20日時点では SNS なども解説せず目立った活動はしていない。 グループで絶大な人気を誇っていた平野に関しては、一部のメディアで俳優業員隊、中国進出、さらには滝沢秀明氏が立ち上げた芸能事務所、とべに合流する可能性など、様々な説が報じられている。近く、英語の勉強を続ける、昨年11月、ジャニーズを退除する理由に関して、 平野は海外進出への強い思いがあることを口にしていた。現在もその思いは変わっていないようだ。あるテレビ局関係者が語る。これまでも仕事の合間を縫って霊界はスクールに通っていました。事務所を辞めてからも英語の勉強を続けているそうです。これまでは仕事で時間が取れなかったので、落ち着いたこのタイミングで勉強に力を入れているのでしょう。 テレビ局関係者、ストイックに海外進出へ向けて努力していることが伺える。四角、恩師の夢を受け継いで、一部のメディアでは平野が中国で活動する可能性があると報じられている。前でのテレビ局関係者は、その可能性も捨てきれない、と前置きしつつ、こう続ける。アメリカで得意のダンスを活かした仕事をするのではないでしょうか。平野さんは、 キンプリとして活動中もアメリカに行って現地の難易度の高いダンスを学んでいました。そう考えると中国よりもアメリカの活動に重きを置く可能性が高いですよ。前でテレビ局関係者、アメリカに強い思いを持っているように見える。そこにはこんな背景が亡くなったジャニー北川さんの夢だったからではないでしょうか。 ジャニーンさんは自分のタレントをアメリカのステージに立たせたがっていました。平野さんはジャニーズ JR 時代、ジャニーンさんに連れられてラスベガスのショーを見学したこともありました。そんなオジの夢に共感しているのでしょう。前でテレビ局関係者。近く元ジャニーズの成功例元キャットタン赤カニシジニア山下智久など、ジャニーズを辞めても海外で活躍するタレントは多い。 前でのテレビ局関係者は、平夜ワーの、元ジャニーズと似た道に進んでいくのではないかと推察する。ワンオーケーロック以下、ワンオクのタカさんのような活動も考えられます。タカさんは元ニュースのメンバーでしたが、退場後に別の事務所に所属し、ワンオクとしてアメリカでツアーも行うなど、海外でも人気のアーティストになりました。 ワンオクはロックバンドなので、ヒラさんが目指すものと完全にイコールではないですが、タカさんの成功例は参考になると思いますよ。前でテレビ局関係者。平野がアメリカのステージに立ち、大観衆を沸かせる日が来るのも、そう遠くないかもしれない。取材文、シラビーハングシーアイルューサイト総人。